さあこれより試合再開となります。攻守方向入れ替わり、今度は金沢大学が画面向かって左から右に攻める格好になります。ボールオンは自陣49ヤードからファーストアンテ。パスでゴール。ファースト。金沢大学クォーターバック8番。プレーアクションから右に大きくロールアウト。そこからワイドレシーバー19番にパスを投じまして攻撃更新です。金沢大学ファースト。パスを取りました。ワイドレシーバー19番は本田。4回生のプレイヤーがここでお仕事を決めました。これにより金沢大相手陣34ヤードに入りましてのファーストアンテ。ここは福井県立大学ナイスディフェンス。金沢大学今度はフルバックの中央へのダイブプレーを決めようとしましたが、これを福井県立大学ディフェンスライン陣が殺到しまして、このランプレーほとんどゲインなしとしました。金沢大学相手陣34ヤードからセカンドアウト。さあ抜けていった。タッチだ。8番江端選手から14番。ここで金沢大学プレーアクションからのスクリーンパス。あえて長いパスを通じると見せかけ、手前にいるレシーバーにブロッカーをつけてのパスを投じました。これを生かしてワイドレシーバー14番左オープンを独走、一気にエンドゾーンに入りました。タッチだ。金沢大学6点獲得としています。そしてタッチアウトのワンプレートライフォーポイントに挑みます。このキックも確実に決めて1点追加。金沢大学21点、福井県立大学0点です。先ほどのプレーで見事なタッチダウンを決めましたが、金沢大学14番の菅原4回生でした。さあこの第4クォーターも現在金沢大学は非常に有利に形で試合を進める形になっています。勢いづく金沢大学の応援団。さあこの応援を後ろに背負いながら、またさらにその攻撃展開していくでしょうか。はたまた福井県立大ここから反撃に出るでしょうか。試合は金沢大学のキックオフにより試合再開となります。さあリターンに入った。スピンボールを使いながら突破を図りました。リターンは18番吉川選手のリターンにより7ヤードほど28ヤードの視点を確保しました。福井県立大学リターナー18番は吉川1回生です。福井県立大学自陣29ヤードの石川のファーストダウン点となります。ここでスナップ乱れまして約3ヤードロスという形になります。3ヤードほどロス
金沢大学のセンターのに緊張があるのか、スナップが乱れていることで若干状況が不利な形で攻撃のスタートとなりました。交代距離は約5ヤードとなっているようです。福井県立大学セカンドダウン15、ボールオン自陣24ヤード。クォーターバックはパスを投じようと左に流れましたが、ターゲットが剥がされていたためスクランブル、緊急発進のダブルプレーとしました。この判断が的確で約5ヤード6ヤードのゲインとしています。福井県立大クォーターバック8番は澤、2回生。さあサードダウン9のシチュエーションに挑みます。福井県立大学キュービーサーク。福井県立大はパスを投じようとしましたが、それを金沢大学77番がキュービーサーク投じる前にこのクォーターバックを倒しました。見事クォーターバックサックを決めましたのは金沢大学77番の布施、4回生です。そしてフォースダウンロングの状況を福井県立大パントフォーメーションを選択します。このパントはリターンできない位置に蹴り込むことによりまして金沢大学陣40ヤード付近でボールデッドとなりました。この一連の攻守交代となります。さあ攻守変わりまして今度は金沢大学の攻撃、ボールオンは自陣39ヤードから金沢大学ファーストダウン10。クォーターバック8番ここでロングパス、ターゲットは6番でしたが、6番キャッチはしましたが、しかし中で着地できずパス不成功という判定になりました。前パスはボールを取ってもその着地がフィールドの中でなければいけません。パス失敗により攻撃権は1つ失います。金沢大学セカンドダウン10、自陣38ヤード地点よりセカンドダウン10。クォーターバック8番ショットガンフォーメーションから右へのキープレー、パスに下がっていた金沢大学の福井県立大ディフェンス陣の外をまくるように約9ヤードのゲインとしています。8ヤードほどゲイン。クォーターバック8番は江端、4回生です。金沢大学サーダウン残り1ヤード、さあこの攻防どうなるか。ブロッカータイプのフルバックに託してのダイブプレーでした。金沢大学ファーストダウン、ここであえて力勝負のダイブプレーを選択しました。金沢大学オフェンスラインのブロック力を助けられ、このランプレー成功としました。攻撃権更新です。金沢大学ファースター、
関西大学攻撃権更新しまして、ボールオン自陣29ヤード、49ヤードからのファーストダウンテ。4番敵に囲まれながらその隙間を抜いて一気に突破、エンドゾーンに囲んでタッチダウン、関西大学6点獲得。素晴らしい走りを見せタッチダウンを上げましたが、金沢大学4番赤塚2回生でした。さあ第2クォーター残り時間6分47秒の状況で、金沢大学28点、福井県立大学0点となっています。福井県立大学なんとかここで一本取り返したいところです。このキックオフリターン、どのような形でその反撃の糸口を見出すでしょうか。さあリターンに入ります。ナイスリターン、リターンの18番味方のロッカーを生かして中央突破、一気に相手陣突破を行いましたが、しかしタックルされ、しかしそれでも自陣 40ヤードという非常にいい位置からの攻撃を得ることに成功しました。金沢大学リターナー18番は吉川、1回生のプレイヤーがここで一仕事を見せます。福井県立大学自陣40ヤードからファーストダウンテ。さあまずは外へ振ります。クォーターバック8番、ワイドレシーバー18番に振ります。しかしこれはディフェンスも集まりよくタッチしましたが、約3ヤードの原因となっています。クォーターバック8番は澤、2回生取りました。ワイドレシーバー18番は吉川、1回生です。福井県立大学セカンドダウン7。さあ今度は中央へのプレー、さらに行きます。ナイスだファースター、キャリーバック12番、ハンドオフを受けて中央突破、相手タックルを見ながらセカンドライン方向で攻撃権更新としました。福井県立大学ファースター、攻撃権更新になっています。見事なダウンしましたのは福井県立大学12番の北川、4回生です。福井県立大学相手陣49ヤードからファーストダウンテ。パス不成功、福井県立大学パスを選択しますが、ここでオプションフェイクのパスを投じました。ランプレーで相手を引きつけるからのパスでしたが、ターゲット1番
しかしタイミング合わずパス不成功となっています。福井県立大学相手陣49ヤードからのセカンド安定に入ります。パス成功。福井県立大学。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。パスを試みましたがここで何らかの反則があったようです。ラフィングザパサディフェンスの反則です。ラフィングザパサ、パスを投じた後の選手の接触です。パスを投げ終わった選手は非常に不安定な体勢のため保護されています。この反則は重大な反則として扱われ、攻撃権は更新となります。また反則によりまして15ヤードの抜体、従いまして福井県立大15ヤード前進してのファーストダウン10となりました。さあ金沢大学の反則によりまして福井県立大学、県立大学チャンスを得ました。ボールオンは相手陣30ヤードの位置に入りましての福井県立大学、福井県立大学ファーストダウンテン。パス不成功。ここで福井県立大プレイアクションパスをターゲット10番に投げましたが、ディフェンスのカバー厚くパス不成功に終わっています。しかし福井県立大学相手陣30ヤードの位置には変わりません。この位置から福井県立大セカンドダウン点に入ります。ここで福井県立大学トリックプレーを展開しました。クォーターバックからランニングバック12番にトス、そこから12番が前パスを投げました。前パスは後方へのパスはオフェンスの最中何回やっても構いません。そして投げる選手はクォーターバックでなくても構いません。これを生かし一気にタッチダウンを狙いましたが、金沢大学見事に対応しましてこのプレーを失敗としました。福井県立大学相手陣30ヤードからサードダウン10。パス成功。ナイスプレイ。クォーターバック勝ちはプレッシャーにディフェンスに捕まえながらしかしパスを投げました。これを見事に福井県立大学18番キャッチしましてパス成功としていますが、しかしゲインは5ヤード、攻撃権更新に足らずフォースダウンとなります。しかしクォーターバックの8番の差は素晴らしい粘りでこのプレーをゲインとしました。福井県立大学フォースダウン5ですがプレーを選択します。ギャンブル。4回目も攻撃をすることをギャンブルと言います。5ヤード前進しないと攻守交代ですが、選択はどうするか。ここでホイッスル。チームタイムアウト。福井県立大学前半1回目、福井県立大学前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。
福井県立大学、このフォースダウンギャンブル、あえて1回作戦のネイアウス形でタイムアウトを取りました。コメントありがとうございます。森君、メッセージありがとうございます。両チーム素晴らしいファイトを見せています。さあここでタイムアウトを取りました福井県立大学、果たしてどのようなプレーを持ってくるでしょうか。試合再開となります。ボールオンは福井県立大学相手陣25ヤード、フォースダウン5。プレーを選択します。ギャンブル。パス成功。ファースター。クォーターバック8番。ここでミドルゾーンへパス。これをプレッシャーを浴びながら見事にキャッチしまして攻撃権更新です。ギャンブル成功。福井県立大学ファースター、見事フォースダウンギャンブル決めまして攻撃権継続としました。ここでホイッスル。チームタイムアウト。金沢大学、ここで金沢大学がタイムアウトを取ります。金沢大学前半1回目のタイムアウトを取りました。勝負どころとした福井県立大学フォースダウン5のフォースダウンギャンブル見事に成功させました。これにより守備に負担がかかると判断し、ここで金沢大学一旦後半前半1回目のタイムアウトを取りました。さあここまで劣勢にありました福井県立大学、このシリーズでその突破口となる攻撃を継続させております。フォースダウンギャンブル決め、ここで得点を上げることができるでしょうか。ボールオンは相手陣19ヤード位置にあります。福井県立大学ファーストダウン。ここでランページによってまず右奥の展開を図りましたが、これを指してから金沢大学77番が猛追しまして約5ヤードロスとしました。素晴らしい反応をしました。金沢大学77番は伏せ、4回生がここで大きな仕事を決めます。さあ避けられまして福井県立大学自陣24ヤードからセカンドダウン15の攻撃に入ります。さあ5人レシーバー並べてバックスをなくしたエンプティーフォーメーション。パス不成功。ここでモーションをした選手にハンドオフフェイカーのパスでしたが、このパスコントロール乱れ、パス不成功となっています。福井県立大学相手陣24ヤードですが、サードダウン15の状況となります。さあどのようなプレーを持ってくるでしょうか。パス成功。福井県立大学ナイスプレー。クロスだ。クォーターバック8番、ここでミドルゾーンへパス。ワイドレシーバー10番パワーサイドから見事にキャッチしまして攻撃権更新です。福井県立大学ファースター、素晴らしいキャッチをしましたな。福井県立大学10番の飯田、4回生がここで大きな仕事をしました。福井県立大学相手陣7ヤードに入りましてのファーストダウン2ゴール。
パスは端からこのパスはどうだったか。インターセプト。インターセプト。ここを一気にパスで攻撃展開しようとしました福井県立大。しかしこのパスがリフレクト弾かれました。浮いたボールを取りましたのは金沢大学。地面につくまではパスは失敗とはなっていません。従いましてインターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。福井県立大学の攻撃を金沢大見事に断ち切りました。ボールオン自陣10ヤードから金沢大学ファーストダウン10。さあボールが落ちているが、幸い金沢大学自らが抑えています。金沢大学しかし大きく後退する形になりましてセカンドダウンになります。金沢大学ミスをしましたが、ここは、金沢大学がカバーし再びオフェンス。金沢大学自陣5ヤードからセカンドダウン15。さあここでランプレーによりキャリア22番中央突破。そこから左にカットワークを切りまして約7ヤードのゲインとしています。金沢大学キャリア22番は金森1回生です。金沢大学サーダウン8。さあここでクォーターバックのキーププレー、金沢決め打ちで左ロックに展開しました。林選手が、自分で走りキャリア2番左ロックに展開しましたが攻撃権更新になったでしょうか。攻撃権更新です。金沢大学ファースター。クォーターバック2番その走力を買われてか左ロックを独走、攻撃権更新果たしました。金沢大学ファースター。クォーターバック2番は林、1回生のクォーターバックがここで一仕事をしました。パス不成功。金沢大学パスを選択しますが、クォーターバック2番ロングパスを投じました。ターゲット87番、6番をいずれだかでしたが、しかしこのパスは不成功です。金沢大学セカンドダウン10、ボールオン自陣20ヤード。前半残り時間は21秒となっています。さあ中央のランプ密集点を突破し攻撃権更新を図りましたが、しかしゲインは約6ヤード確保しています。ここで前半の終了です。前半終わりまして福井県立大学ワイルダーズ0点。
金沢大学エバーグリーン28点で金沢大学4タッチダウンリードという形で前半戦終了です。ハーフタイム挟みまして後半戦に移りますが、このハーフタイムどちらのチームをどのような形でこの状況打開を図っていくでしょうか。このハーフタイムが双方にとって打開点になることを期待しつつ、ここで私は一旦インターバルを取らせていただきます。